いやー、中華まん。このね、3月か。3月になって暖かくなったりとかしてね。まあ、中まんだって。中華まんからさ、ちょっと離れてしまう場合があるんだけど、久しぶりにね、中華まん、その肉まん、あんまんとか、ピザまんとか、食べたいなと思って。でもなかなかその、なんだろう、コンビニとかでも、その、他のね、欲しいものがあって、それを見えていっていたりとかするんで、ね、その中華まんを、肉まんを食べる頭じゃなかったりとかしてるんで、結局買わなかったりもするし、買おうと思ってたけど、結局、ね、他のことに気を取られてしまって、食べなかったりとかするし、うん。で、中華まんがなかったりするもんね。中華まんないっていうか、肉まん食べたいなと思って、肉まんくださいって言おうとしたら、その肉まん自体がなかったりとかね。もう売り切れてたりとかしてて。うん。そうそう、そういうことがあって、結局なんか、食べられないわーと思ったりとかするし、その100円ぐらいのね、一番安いものでいいやと思ってんだけど、その150円ぐらいのね、ちょっとお高めの肉まんしかなかったりとかしてて、うん、どうしようとか思ったりするんだけど、ね、この前、その、3月の22日に、すごく寒かったんですよ。あ、こういう時になんか、肉まん食べたいなと思ってて。で、テレビでやってた絵、その、横浜中華街の映像があったんですよ。こんな寒い時にね、皆さんどこに行くんでしょうみたいな感じで、その各地の、その、なんだろう。まあ、中華街に限らずなんだけど、そういうね、浅草のところだったりとか、他の地域の観光名所のところを見てて、うん。で、横浜中華街の方のところを見てて、江戸清の肉まんを買って頬張ってる人を見てて、食べたいと思ったね。うん。江戸清に限らずなんだけど、その、中華街で食べるから美味しいっていうのもあるよね、ああいうのって。うん。その場の雰囲気で食べるのもいいなとか思ったりとかする。うん。そうだね、美味しいよね、ああいうね、ところで食べると。って思いました。はい、皆さんどうでしょうか。はい、以上です。